はい、こんにちは。下克上フリーターです。今回は特内パスでくじ引きの旅をやってみたということで、お楽しみください。はい、今日は金賞駅、クリスマスイブイブ12月23日です。いやー、街はイルミネーションでカップルも溢れてね、もう嫌になっちゃうというか。特内パスを条件売機にて購入します。本当はねスイカでも良かったんだけど、俺の持ってるスイカってマイスイカとそれからモバイルスイカなんで対応してないんですよね。なので普通に紙の昔ながらのね切符を使っていきます。お求めになるお得な切符を選んでください。いや、あの券売機も新しくなったよね。本当に昔はさ、なんかボタンがパパパパパってあるだけで金額とかも見てたなって、みたいな。今もあるけど。お金またはカードを入れてください。クレジットカードはご利用できません。お取り忘れにご注意ください。現金で購入します。お取り忘れにご注意ください。お取り忘れにご注意ください。縦型の切符って結構いいよね。はい、では早速くじ引きをやっていきたいと思います。さあ、どこになるか。最初の駅、お、東京出ちゃってるね。はい、ということで東京駅です。金賞から東京、わ、近いな、便利だな。はい、それでは、金賞駅、初入場でございます。自動改札にスイッ。はい、5時7分、もうちょうど来る頃ですかね。よかったよかった。たまに結構な時間待たされる時がありますからね。お、ちょうど入線してきましたね。E217系です。ちょうどこの日ね、前日に E235系がデビューしたんですよ。それでもしかしたら乗れるかなと思ったけど、まあ乗れなかったですね。でもこれから E217系もどんどん少なくなっていってね、最終的には引退しちゃいます。いやー、これも俺がちっちゃい頃は新型車両っつってね、あれだったんだけど、で113系がもうなくなりますよっていう時期だったんだよね。難しいですね。はい、金賞駅発車です。金賞もね、なんか駅のホームに怖い人形の絵があるっつって一時期話題になってましたけどね。なんか人形屋さんだからなんかの広告だったと思います。確かちょっと見づらいんですけど、東京スカイツリーがきらびやかに輝いた。東京の摩天楼、スカイツリー、東京タワー、そうですね、スカイツリーに綺麗に映っておりますね。これでもう東京駅もうすぐ到着ですね。いや、しかし東京駅が目的地なんで、普通結構多くの企画で東京駅スタートですか、ここは東京駅ですみたいな、やってる人結構いると思うんですけど、まさか最初に目的地になるなんてね、なんというか持ってるというかね、不思議な運を、運というかわからんもん。私このなんか E217系でこの総武線、地下区間通ってるこの音の響きって俺なんか好きなんですよね。このカタンタタンタタンみたいな、なんだろう、やっぱ特に15両の編成のやつが走ってるとすごい音が、響き方が独特ですよね。なんかいやー、わかるかな。はい、もう東京駅のホームというか向かい側に停まってる発車待ちの電車見えてきましたね。はい、でもう東京駅に到着です。
東京だよ。東京都内回ろうっつって東京だよ。はい、これが東京駅駅名表。はい、というわけで東京駅改札に着きました。丸の内地下中央口ですね。改札を通っていきますが、もう今回改札通ってまた次のくじ引きしたいと思います。なんでかっていうと、もう外に行くのはあえていいかなと、どうせ何回も来るしね。ということで、まあ、改札は出たということで次の、くじ引きやっていきたいと思います。いやしかしすごい人だね。これでも、人の多い駅ですけど、やっぱ秘境駅がいいな。はい、それでは次の駅は抽選どこでしょう。ででん、目黒。おお、これも乗り換えなしで行けますね。山手線で1本、でもちょっと時間かかりますね。はい、じゃあここからね、山手線の品川渋谷方面に乗って、目黒を目指したいと思います。渋谷方面に乗っていきましょう。いやちょっとね、この時間の山手線でめっちゃ混んでそうです。いやしかしね、ちょうどあの帰宅ラッシュの電車と見事にめっちゃ混んでそうです。帰宅ラッシュとちょうど被ってるんですかね。満員電車とかすごい密着が多いです。特にあの新橋精神衛生所よくサラリーマンが非常に多いです。の通勤よくしてました。ということは混んでる、混みやすいです。まあ、今でも知ってる、まあ、幸い学生は多分、ね、すごい少ないで行き過ぎる。もう冬休み入ってると多いかなと思いますので、でもあれあのこそ都会らしくていいっていう人もたまにいるらしい。ちょうど山手線が入線してきますね。変わってる、来た来た。はい、電子レンジということで E23 電子レンジ。さっきね、総武快速で乗れなかったの、総武快速で乗れなかったの、変わるのか、段階すべてそんな感じで置き換えられていきたい。山手線に、乗っていきたい。そう、すべてもうこの車両に山手線は置き換えられてます。はい、目黒駅到着です。今ね、改札の上の方にちょっと画質が悪いセクションになっちゃったんだけど、あの特内パスの広告が出てましてね、それを誇らしげに使うというのもなかなか気持ちいいものです。はい、目黒駅ももちろん人が多い。というかこの駅、この街にも久々に来たんだけど、いやなんか凝縮されたスタイリッシュな都会っていう印象ですかね。もちろんクリスマスの商戦で、あの街は賑やかでしたよ。でもこれといって何かあるのって聞いたら、すぐ答えられないというかね、なかなかこのいい街というか高級な街っていうイメージがあのなかなか拭えないんですけど、あの中目黒とかね、あの結構地下鉄だったり東急線だったり、あの他の電車も乗り入れてるということで、駅ビルもアトリがあって立派なものです。はい、それでは次のくじ引きやっていきたいと思います。さあ次はどこになるか。ででーん、東中野。おお、これまたいい感じの、ところに行きましたね。東中野か。はい、ということでね、あの東中野に着きました。山手線で新宿、そこから、中央観光線で、東中野ですね。ちょっとね、近くにあのいい感じの神社がありそうなので、そこに行きたいと思います。でもやっぱりなかなか今まで行ったことない街に行ってみると新たな発見があっていいですよね。ぜひあのお手軽にあのできるので皆さんもやってみてはいかがでしょうか。
はい、では、ようやく人が、周りにいないので、現地から現地ボイスということでお届けいたします。実際あのかなりカメラだとねすっごい鬱蒼とした怖い雰囲気見えるんですけど、実際そんなことはなくて、かなり大通りも近くにありますし、実際明かりで懐中電灯とかそういったものは必要ない感じですね。おっと忘れてた、ここが、目黒の氷川神社というところですね。ちょっと小規模な神社になるんだけど、すごい、いい雰囲気というか、そんな感じですかね。では早速お参りしてみたいと思います。はい、すいません、ということでここでお詫びです。この後の、動画再生だったりもろもろのデータ、残念ながら消えてしまいました。申し訳ございません。ということで初っ端から本当にグダグダで申し訳ないですが、今回の動画はここまでとなります。もちろんね、できなかった分、そして実際やったけどもう一回再抽選ということで、とりあえず今回はこの3駅だけ、行きましたけど、いずれは全部全ての駅を制覇していけたらと思ってます。初めての動画ですごい慣れないことが多かったんですが、やってみて楽しいなと今一人でニヤニヤしております。そんなわけでこれからもどんどん動画上げていきたいと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも下克上フリーターでした。ありがとうございます。